どこまでも、何をするのも自由な世界。思いのままに紡ぐ宝探しの冒険。広大な自然と色彩豊かな街並みが織りなすパルデア地方、その中心地にある学校に入学するところから始まります。学校では先生や同級生、先輩など多くの人々との出会いが待っています。校長のクラベルから言い渡される課外授業のテーマは宝探し。自分だけの宝物を探す冒険の始まりです。まずは冒険のパートナーとなるポケモン、ニャオハ、ホゲータ、クワッスから1匹を選びます。そして伝説のポケモン、コライドン、ミライドンも冒険を共にする相棒となります。ポケモンの力を借りれば行動範囲が一気に広がります。パルデア地方での冒険に決められた順序はありません。どこへ向かうのも思いのままです。ローカル通信、インターネット通信を使えば最大4人で一緒に冒険することもできます。あなたの行く先では様々なイベントが待ち受けています。例えばジムリーダーに挑戦するポケモンジム、8つのポケモンジムをどの順番で攻略するかも自由です。こちらはトラブルメーカースターダム、学校の風紀を乱す彼らのアジトに乗り込み襲い来る敵を倒していきます。そして秘伝スパイスを探し求めている先輩ペパーとの出会い、パルデア地方のどこかに眠るというスパイスを巡る冒険の始まりです。パルデア地方にはさまざまなポケモンが生息しています。自慢の鼻で食べ物の匂いを嗅ぎ分けるグルトン、しっとりすべすべな触り心地のパピモッチ、巨大な体と硬い角を持つハルクジラ、毒の粘膜で体を覆い陸上に住むウパー、野生のポケモンに近づくとバトルが始まりますが、これ以外にもポケモンに指示を出せば自らの意思で戦ってくれます。バトルで重要となるのがテラスタル。ポケモンたちが宝石のように光り輝き、技の威力がアップするパルデア地方特有の現象です。全てのポケモンがテラスタルできるのですが、中にはテラスタルするとタイプが変わる珍しいポケモンもいます。その珍しいポケモンは最大4人で挑むテラレイドバトルなどで捕まえられます。力を合わせてゲットしてみてください。冒険の思い出を写真に残したいときはカメラアプリ、冒険の合間にいつでも立ち上げることができます。町の美容室で髪型やメイクを整えたら、ポケモンと一緒に撮った写真はプロフィールに設定して自分だけのトレーナーカードが作れます。ポケモンたちとピクニックを楽しむことも、シャワーできれいにしたり、サンドウィッチを作ったり、ピクニックをしながらポケモンと交流を深めてみてはいかがでしょうか。
あなただけの宝物を探す冒険へ、ポケットモンスタースカーレット・バイオレット。